さあ、はい、エアブラシ、はい、グランドアーツさん、はい、言っちゃえばアーティストですか。そうですね。板金は違うですよね。また全然全く違いますね。全く違いますね、はい、あのまあ何かとこういうエアブラシというものを使って、はい、絵を描くという。そうです、はい、難しいですね、また。そうですね、はい、でちょっと今日ね、あの T シャツをちょっと急に申し訳ないんですけども、はい、作ってもらおうと思って、はい、今ちょっと撮影してるのでね、ざっくりちょっと書いてもらって、はい、ここからちょっとどうなるかですね。そうですね、はい、それをちょっと皆さんに見ていただこうと、はい、フリーフリーハンドで、はい、フリーフリーハンドでお願いします、はい、まあ価値的にはやっぱどうですか。やっぱりここで作ったのはここにしかないもんな。じゃあお店の宣伝何かあれば。あ、まあ一品一品、はい、あの頼まれたものはやっぱり情熱的に書くっていうのを信念にも思ってるので、はい、うん、あの興味がある方はぜひね、あのちょっとグランドアーツホームページなんかを覗いてみたら、はい、埼玉県にあるショップさんですね。そうです、はいはい、なんで車でも服でも、はい、何でも書けますよね。書けるものも。そうですね、はい、うん、消防とか何から何でも書けますので、はいはい、なんで皆さんちょっと気になる方があれば、はい、まあ中にやっぱ高いって思う人もいるですね。やっぱでもやっぱりオリジナルなんで、はい、まあ、どう捉えるかですね、それを価値を、うん、はい、あの高いと思った場合には安めのこうカスタムとしてピンストライプっていうものもできますので。ピンストありますね、はいはいはい。まあ、その辺また気になる方はね、相談してもらってもいいと思います、はい、じゃあちょっとお願いします。はい、わかりました、はい、ラフ書きですけど。ラフ書きですね、はい、手で書くの難しいですね。そうですね、型で、大体文字やる人ってあの、うん、型でやるんですか。そうですね、型でやったり、うん、でも T シャツだとやっぱりこう本当の文字を使ったりしないで、このまま自分で、うん、逆にないと難しいですね。そのまま一発やるだって。そうですね、うん、逆にすごいと思う。それはでもなんかこういう方がなんかね、あの、まあまあまあ、味が出るというか、ね、そうですね。じゃあこれあとはい、どうぞ。はい、わかりました。じゃあちょっと僕はまた続きの、はいはい、撮影をしてくるのでちょっとお願いします。わ、はい、かりました。すみません、はい、じゃあ次行きましょう、はい、あ、どうもこんにちは。こんにちは。この車は違うな、何ですかこれは。これはチャージャーに見えますけど。チャージャー、チャージャー、ちょっとでも違うね、なんかぽいですけど、あの、なんですかこれは。ハードトップです、よく見ると。あれ、セダンじゃないです。あれ、はい、何ですかこれは。これはなんとチェイサーです。え、チェイサーです。はい、100系です。100系チェイサーですか。はい、100のチェイサーです。え、これバッと見、これチャージャーと勘違いされるんですか。そうですね。いや、やば。まあ、勘違いされて当然といえば当然なんですけど。チャージャーの本物のグリルを移植？そうですね。チャージャーのバンパーを持ってきて。じゃ本物のバンパーなんですよ、これ。そうです。そりゃ間違えますよ。はい。え、ヘッドライトはどうなったんですか。ヘッドライトも、まあ、チャージャーの社外品のプロジェクター。の入れて、ごっそりチャージャーなんですかこれ。はい、そうです。え、じゃエンジンは、じゃあエンジン 1J です。はい。どんな感じがするんですか、なんか。どんな感じ、どんな感じなんだ、なんか。うん、普通にうーんピシューンってなりますよ。ちょっと走ってきたらこうやって見られないですか。あ、見られますよ。何になるっすね、絶対なりますね。これはすげえ、これ。しかもこれは通勤車ですからね。え、普段これで通勤車、これ通勤車ですか、はい、結構気合ですね。いや、でもそんなこと慣れますよ。慣れますか。もう観光の総裁全部これです。さすが。ちょっとなんかアピールポイントあります。アピールポイント、ちょっと顔面から。もうあの、そうですね、なんかコンセプトかなんかあれば。コンセプトはこうしたくてこうなったとか。オートサロンで見た車の再現。あ、じゃあこんな感じの車が。そうですね、オートサロンにいてそれを再現した感じですか。はい、はい、まあ、具体的に名前挙げると小林ファクトリーさんのセルジデント。はい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 、はい、あ、顔面移植されてトランクオーディオでガルウィングで、はいはいはい、それが学生の時見て。でもここまでやるのにやっぱりそれなりの時間にお金がやっぱかかりますね。かかるよね、はい、これ。ちょっと横見ていいですか。あ、どうぞ。じゃあ横をちょっと見ましょう。これホイールは何インチ。これホイールは20インチです。あれ20インチなの。はい、なんか22ぐらいに見えるんだけど。いや、なんで。あ、ディッシュ、こういうディッシュタイプだからかな、こういう。ですかね。めっちゃでかく見えるよ。でもリムが深いからじゃないですかね。20なんだこれで、はい。これどこのメーカー？ワークですね。あ、ワークのバルムンク BG2。 こんな感じ出してたね。そうですね。知らなかった。なんと森さんからいただいたものです。あ、あのサンマルセルシオ2014年のオートサロンで、そうだ、優秀賞を取った時のホイールを
そうだそうだ、どっかで見たと思ったら、ちょうだいっつったらいいよ。え、くれたの？まあ多少は多少はあれですけど、これじゃあもう絶対これ大事ですね。そうですね、はい、ダメですね、はい。で、あとやっぱ横から見ると、あ、なんかやっぱチェイサーだなっていう。そうですね、分かる人はこっから上で、このラインからが、はい、やっぱチェイサーだなと思いますね。そうですね、これはブリスターになるんですか？はい、ブリスターです。これってすっげーカツカツ、はい、どうしても3桁のマイナスオフセットにしたくて。絶対そうですね、はい。ちょっともう一個いいですか、はい、これノス本物ですか？ノス本物です。あ、もちろん繋いでないですよ、ダミーです、ただ飾りです。ああ、タンクが本物、はい、で繋げましょう。そこはいや繋げてもまだちょっと、そうすると余分にお金かかっちゃうから。これでつけて飛ばせないですね。飛ばせないです、多分バラバラエンジン分解しますよ。これはエアサスですか？もちろんエアサスです。ああ、なるほど。これが前下げ？前下げです、はい。じゃあすごい綺麗にセッティングしてある。そうですね、これもやっぱ作る段階でやっぱ、あ、そうです、はい、ホイールに合わせてフェンダーを。すごい、はい。え、結構イベント出ます？イベントはいや、そんなに年に 1,2 回ぐらい。あ、そんなに出れない、職柄上あまり出れない、忙しくて、はい、忙しい感じですね、はい。ちょっと横なんかポイントあります？ポイントですか、やっぱこのダクトじゃないですか。あのスーパーカーが好きで、スーパーカーイコール横にダクトあるじゃないですか。一応フェラーリの軽ニヒ的な、軽ニヒ的な感じね、はい、はい。あれもそうだね、あの W126 のベンツかの軽ニヒ、こんな感じの。 で、はい、でもこういうのやらなかったの、ラインも。ラインはあまり好きじゃなかったんですよ。じゃあこのまま、はい、これって元々のあのモールだった？あ、そうです、元々のモール埋めて、はいはいはい、はい、でも俺好きだな、こうやつ。あー、好き好みがね、かっこいいですね、ありますからね、はい、結構。じゃあちょっとリア見てみましょう、はい。さあさあ、またこれえぐいこれもなんかちょっと森さんが今頭の隅によぎったんだけども、これそうですね、そんな感じの。森さんと同じショップで作られてるから、作り手が一緒なんで自然とそういうデザインになっちゃうんですよ。はい、またこれもなんかド派手に。え、自作？いや、そのショップでお願いして。はい、あともう一個ちょっと気になるんだけども、はい、2、4、6本マフラー、これはちゃんと出てるし、全部出てます。あ、ダミーじゃないんだ。 もちろんですよ、そこは。え、どうなってるの？1本から3本に分けて2、2、2です。あー、はい、なるほど。あれ、さっきなんかついてなかった？あ、竹槍つけてたんですけど。あ、今も取っちゃったもんね、はい、っちゃう。これはすごいね、これはすごい。あとこのラインでなんか車が何か分かんなかった最初。これがないとチェイサーっぽいんだね、多分。元々が車種不明が好きなんですよ。あ、チェイサー感を出したくないんですよ。パッと見た時に、はい、何だろうって、はい、これもワンオフですか？一応そうですね、加工品、純正加工品ですね。レクサスの、レクサスの、はい、エルフィレスデザインってやつですね、はい、そうです。すごいな、これ。じゃあちょっと最後にあのかアピールとかなんか宣伝あれば。アピール、はい、特にあったければ。そうですね、一応まあまだ完成ではないです。まだ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 やる予定です。このイベント後に速攻リメイクかけてすごいよな、みんな。もうちょっと理想に近づけれるようにする予定です。え、次何をしようと企んでるんですか？ちょっと羽を生やそうかなと。羽を生やしてオーディオここ作り直そうかなって。え、これからさらに全部ぶっ壊して、もったいな、新しいものを踏み込んで。すごいよね、みんな。そイベントのためにやっぱりやるの？いや、イベントのためじゃないです、自己満のためです。イベントは言った通り 1,2 回しか出れないんで、イベントで目立てればいいけど、主には自分が満足できれば。やっぱ車ってでもそういうね、はい、もんだよね、やっぱり。そうですね、で、やっぱでも人に見てもらえれば嬉しいよね。そうですね、はい、すげーって言ってもらうと、はい、じゃあチェイサーでした。あのどっかで見かけたら、はい、お願いします。よろしくお願いします。じゃあありがとうございました。ありがとうございます。次行ってみましょう。
さあ、はい、こんな感じで、はい、すいません急ぎで、いいえいいえ、めっちゃバタバタじゃないですか。ねえ、めっちゃ急いでやってバーって言って、ね、フリーハンドで帰ってくれたんで、はい、はい、ありがとうございます。いえいえ、はい、また皆さん気になったら、あ、ちょっと作品紹介しましょうよ、これ、はい、これどうですか。ああ、いや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 、これかっこいいですね。いや、これはもう10年前、10年以上前に描いたやつなんで、板とかに描くとこういう感じなんですか。板とかこういう、そうですね、こんな感じで写真みたいですね、これ。はい、かっこいい。ちょっと角度によってね、いびつに見えちゃったりするんですけど、なんか結構立体的に見えますね。そうですね、もう重ねてこれは描く技法ですからね。まあ、こういうこと、まあ車、昔バニングでこんな描きましたね。そうですね、はい、今はもうちょっとこういうテイストじゃなくて、ね、あの洋服に描いたようなテイストになってますね。確かに描いてますね、はい、花咲き絵描いてるから。そうですね、はい、まあこんな感じでいろんなものに絵描いてくれるので、皆さんよかったら、はい、はい、ぜひ、はい、よろしくお願いします。遊びに来てください。まあ、詳細は概要欄に書いてます。あ、はい、違う、ここのコメント欄この辺かな、はい、書いてきますので、はい、わ、はい、かりました。お願いします。はい、井上さん、違う、はい、よろしくお願いします。ということでね、ありがとうございました。ありがとうございました、はい、さあ、イノベーションカップ2016第1回はですね、森さん、ありがとうございました。ありがとうございました、はい、今日どうでしたか。今日ね、まあ1回目なんで、あんまり台数来ないかなと思ったけど、でも結構すごい台数来てましたね、うん、結構ね、直前になってバンバン駆け込んできたんで、確かに、うん、よかったですよ。でもまだ次回があるんですね。そうそうそう、はい、次回お台場で3月5日3月5日ですね。3月5日、お台場、ね、はい、そう、なんだ、お台場臨海駐車場、はい、臨時駐車場か、臨時駐車場、臨時駐車場、はい、J 地区、はい、ビーナスフォートの前ですね、はい、うん、そこでイベントやるんで、はい、で今回チャンピオンだった人たちもランカークラスにランクアップして出てくるんで、楽しい、楽しい戦いが見れるかなと。で、多分今後ろにある車がものすごく多分皆さん気になってると思うんですけど、ちょっと今回はじゃあ、うん、今回お預けで、ちょっと忙しすぎて洗車も何もしてないから、結構バタバタでしたね、うん、みんななんかボロボロなんで、ちょっとね、次回ちょっと綺麗に直してね、お楽しみで、あ、なんでお台場で撮影、そうですね、してもいいですか。はい、はいはい、ぜひお願いします。今日は本当にちょっと僕撮影がなかなかバカバカだったんですよちょっとある分だけ出しますので、はい、お願いします。じゃあ、はい、お疲れ様です。次回またじゃあお台場で会いましょう。はい、ありがとうございます。さよなら。So I said no no no, it was supposed to be my pants of you, what did you do to me? I killed that no one to free for champions, I can't believe you're trolling.No, it was supposed to be my pants, okay, what did you do to me? I killed that no one to free for champions, I can't believe it's right. Wait a minute!